まあ、今日の目的っていうのは一つ、ずっとあのトレーニングでやってきたことを全員どこまでチャレンジできるか、そのチャレンジをしっかりすると、もう一つはうまくいかなくても足を止めずに全員が動き続けるということね。そこのところは本当にあの目的意識全員高くねやってくれたと思います。非常に良かったんじゃないかというふうに思います。それからあと、まあ、まだ集まってね2週間なんで、そういう意味では全員が本当にハードワークをしてくれて、まだやっとチームになってきた、まあ、これから本当にもっとハードワークをしていかなきゃいけないなというふうに思っています。やっぱり選手が全員がね本気で相手をやっつけに行くということはもう間違いない大事なことなんで、そこに対して今選手がね向かってくれているところ、それからどういうことかというのはチーム全体でね今あのものすごく理解をしてきたところなんで、そういう意味ではこれから楽しみだというふうに思います。